久保さんビト、ビクトリーなんじゃら知らないですね、僕ね。はい。で、これも知らない。村上龍っていうね、映画監督小説家村上龍の言葉。行きましょうか。お金で幸福を買うことはできないが、幸福を避けることはできると。まあ、これも興味深いですね。まあ、僕からすると、お金で幸福も買うこともできるし、お金で幸福も避けることができると。 うんまあ、全部は変えな、まあ、この言葉っていうのは、まあ、お金で全部は変えないっていうところを指してるとは思うんですけど、お金で買える幸福もある実際あると思うんですね。欲しいもの手に入れたときに幸せを感じられるだろうし。うん、例えば、それが自分が欲しいものではなかったとしても、例えば、あのなんかね、女性になんかプレゼントするときに、なんか女性が欲しいものを買ってあげられる。その 買っててあげて与えることができたその時の喜びもあるだろうし、そのおごれる。おごってもらう時ももちろん嬉しいんだけど、おご、おご,うっ,とおごってるときの幸福感ですよね。まあそういうのもあるだろうし。うん、まあでも、久保さんがあの、セミナー終わった後、懇親会で、お肉だ肉だっつってね。<laughs> あの時、まあ借金あったんで、ね。言ってなかったんでね、あれですけど。 あ、7万か8万。居酒屋の懇親会で7万8万ね。キャバクラじゃねえのに。<laughs> 7万8万払ったのは結構痛かったですけどね、あれ。うわ、マジか、どうしよう、みたいなね。<laughs> やらかした、みたいなね。まあ、あれ覚えてますけど。うん。うんお金持ちが。お金持ちが必ず幸せとは限りませんが、お金があれば大抵のことは対処することができます。おっしゃる通りです。おっしゃる通りですね。 うん、本当、お金があればね、大抵のことは処理できるんですよね。本当に大抵のことは処理できると。うん、でもなかったら処理できないことが多すぎるということですよね。だから家に住むっていうこともね、お金なかったら家住めないしね。で家に住むっていうこともお金があれば処理できるし。まあ、前回の動画で下の世話っていうのもありましたけど、下の世話の問題に関しても、お金があればね、なんかホームヘルパー雇えばいいだろうし。うん。 まあこの、お金があると、こう不不、不幸をね、避けることができるっていうのは、あの、これは、まあ、ごもっともだなっていうとこですね。うん。うん。だからまあ結局、なんだろうな、まあ、あれですよね。うん。 あのまあいろんな考え方があるんですけどもやっぱ前提としてこの社会で生きるためにはやっぱお金が回ってる世界なんでやっぱお金のことを考えずに生きるっていうことが難しいのかなと思うんですよねやっぱ昔とまた時代感変わってる部分もあるだろうしうんまあただね実際にそのお金があればあるほどもっと今度あのなんだ税金の問題とかいろいろまたのしかかってくるし うん、だからなんだろうな。ドバイがいいんじゃないですかね。無税。わ <laughs> かんないですけど。<laughs> ドバイ <laughs>、うん。まあでも,でも僕はね、ドバイは多分無理ですね。行かないですね。だ最近だから僕も、まあ今も結構アクティブにやってる方だと思うんですけど、昔若い時はなんか海外住みたいなとかいろいろ思ってたんですけど、今もう全く思わない、全くというかもう思わなくなりましたね。海外移住は。うん なんかもう日本、だから鹿児島に来てやっぱそれは感じましたよね。同じ日本なんだけど、孤島なんで、鹿児島にやっぱほ,ほぼ、まあね、まあ元々東京でやってたんで、まあみんな東京にいるんだけども、やっぱその、僕はね、ドバイっていう国をまたいで離れてはいないんだけど、日本の中でもその島、もう南の方に行って思ったのが、まあ日本の中でもあの鎖国はできるぞみたいな。<laughs> うんなんかだから今うん日本にいるんだけどもなんかちょっと違う世界にいるというかまあ東京の方が長いのでねうんまあ日本度だと日本だとまああので、ー、すかあ日本語が通じるし <laughs> うんなん日本一番便利ですねだからまあ僕がまああれなのはなんだお最近思うのはもう日本をはあのー 行き,行き尽くすすっていう感じですかね海外はもうどちらかというと行かなくてもいいかなっていうまあ一生に死ぬ前にいろんなとこ行きたいなと昔は思ってましたけどもはや今は死ぬ前に日本っていう国をもういろんなとこ行ってみるっていうだからもう来年もねもう北海道行こうと思ってますしもでやっぱ北海道まで行くといろんなルートで行けるんでそう今回もね福井のねレインボーラインっていうところがあってそこめちゃくちゃ良かったですね レインボーラインマジ最高っすね。めちゃくちゃ良かった。まあ晴れ、まあありがたいことに晴れてたっていうのもあるんですけど、すげえ綺麗でしたね。めちゃくちゃ、こんなとこあんのかみたいな。だまだ知らないところ、まだ走ってないところいっぱいあると思うんで、うん、まあこれから、まあ、オープンカーでね、駆け抜けたいと思います。全国を。<laughs> 死ぬまで。<laughs> まあで、いろんな映像を撮って、あの、思い出作ってって感じかな。うん。そう。 まあ、久保さんはもうどちらかというともう守りというかね。もう,もう本当に陰居になったなという最近は感じますけどね。<laughs> 僕はあんまり多分変わんないと思いますね。うん。まあ変わんのかなどうなんだろうな。まあでも五十久保さんあと10年後でしょ ?10 年後だったらどうなるのかな ?10 年後ぐらいはまだ車でブイブイいろんなとこ行ってると思いますけどね。50ぐらいだったら。でも60になったらわかんないけど。うん。なんかね、今回その旅して、まあ、 ね、僕ももう40、来月40ですけど、結構まだ体力あんなみたいな。もう結構いけるぞみたいな。ガンガン走ってたんですけど。なんか、あの、Z4 でね、あの、リクライニングできないんだけど、ちょっと倒して、車中泊ももう何回かしたし、もうずっと夜通し走るみたいな。 だ久保さんに動画送ってない日は多分ね、13時間とか走ってたんじゃないですか、14時間とか。多分久保さん、14時間とか走れないでしょ、多分。<laughs> まあ走ろうと思わないと思うんですけど。<laughs> ずーっと、だから、すごいですよ、本当に。なんかその、青森、青森要は、夜通し走ってずーっと8時間、9時間、あの、小樽からか。 あの、ま、上の方からずっと走ってきて、函館について、函館についてすぐ夜中のフェリーに乗っけて、0時半のフェリーで乗っけて、で、そのフェリーの中で4時間ぐらい、ま、函館から青森港まで4時間ぐらいあるんですけど、4時間ぐらいフェリーで仮眠して、で、起きたら、ま、青森港に4時半か5時ぐらいに着いて、で、そこからまた移動して、ずっと走って、ずっと走って、 えー、石巻、あの、被災地の石巻に行って、山形行って、寄って、新潟行って、で、新潟で、あの、一泊したんですけども、もうずっと走ってましたね。<laughs> ずっと <laughs>。あ、結構行けるぞ、みたいなね。<laughs> まだ体力あるな、みたいなね。うん、ちょっと感じましたね。うん まあ体力がある限りちょっといろいろね、まあそのうちどうせできなくなるんでやりたいと思っても。僕はまあガンガン攻めて、まあ商品もね、もうガンガン売るし、うん。あとりあえずもうや、やりますね。 やっぱね、まあまあまあ、久保さんがそうなったのは、やっぱそのコンテンツビジネスじゃなくて投資家になったっていうかね、まあそっち方向に行ったっていうところがやっぱ一つの区切りだったんじゃないかなと思うんですよね。僕の場合はもうずーっとやってるんで、だから多分これからもずっと商品売るし、うん。そう。いろいろ考えることは多分、なんだ、久保さんが昔考えてた量より今は、 まあ、久保さん、ぼーっとしてるみたいなことをちょっとぼやいてましたけど、まあ、やっぱね、商品を売らなくなると、多分考えなくなると思うんですよ。多分。<laughs> どうやったら商品売れるかっていうねもう、もはや商品売らないわけですから、あんまりね。ガリガリの。そう。だどうやってセミナー集計するかな、どうやってセミナーでクロージングするかなとか、別にやらなかったら考えないじゃないですか。僕、毎月売ってるんで、まあ、また来月も売るんですけど。<laughs> まあ、またそれが終わったらまた売るし。 来月の誕生日の日に売る商品も決まってるし、それを売り終わったらまた売る商品も決まってるし、で、今度もう11月でしょ。まあ11月もなんかやること大体もうあるし、12月ももう決まってるしっていう。う,んう。まあ、とりあえず、まあ僕は僕でやっていきますんで <laughs>、はい。では。